株式会社メガネドラッグは東京都大田区に本社を置くメガネやコンタクトレンズなどを販売するチェーン店を運営する企業。メガネをかけた桃太郎のキャラクター、桃ちゃんがマスコットキャラクター。東京都を中心に関東地区で約80店舗を展開。神戸市で薬局を経営していた創業者森野茂は同業のディスカウンターに小売業の洗礼を受け状況。 1961年、東京、蒲田で現在でいうドラッグストア形式の薬局を開業する。ある日、森野は資料に目を通している際、字がぼやけて見づらいことに気づく。自宅近所のメガネ店で、メガネの値引きを交渉するが、断られた。そこで、森野は、メガネの流通ルートを調査して利益が大きい業種だと知り、自ら経営する薬局で他店より安いメガネの、 販売を始める。森野の薬局で販売するメガネは、他店より安い4から5割引きで売られ、買い物客に好評だった。しかし他のメガネ専門店からクレームが、森野の元に舞い込み、森野は薬局からメガネ専門店に業態転換することを決意。野豪は、森野の提案で薬局からメガネを売り出したことから、社名でもある、メガネドラッグとした。 メガネドラッグのマスコットキャラクターは、桃太郎の、桃ちゃん。当初、効果が常識だったメガネ業界にあって、安く売るためにも、鬼退治の意味合いも込めて登場した。各店舗にも、看板として人形が置かれているが、それぞれ正面ではなく、横向きになっている。背中には、信用の文字が書かれており、また、信用第一忘れずにの上りを持っている。また、 メガネドラッグの点灯看板やパンフレットなどについている桃ちゃんの顔は右向きと左向きがある。フジテレビ系のテレビ番組トロイの木馬においてサハリンから流氷に乗り北海道を目指す企画流氷ダービーに桃ちゃん人形が出演したことがある。途中で登りを失い、最終的に他の選手ともも行方不明という結果に終わった。 1974年から放映されている首都圏ローカルの CM で隣組のメロディに乗せた面々、メガネの良いメガネのフレーズが印象的なもちゃんをはじめとする一行のアニメ CM。もちゃんとお供の猿、キジ犬がそれぞれメガネドラッグ、良いメガネの上りを持って更新。CM 開始当初からもちゃん一行は画面横方向に更新していたが、 2006年放送の創立35周年特別バージョンでは初めて正面から悠々と更新をする形となりこれまでの登りに変わりこれからも快適安心の横断幕が掲げられたまた正面から更新するバージョンでは節目を祝うかのように紅白の神吹雪が舞っているちなみにこのアニメ CM の原画は松本浩平が手掛けている CM ソングは 小林亜生が編曲し、大和田律子が歌っている。もともとの歌詞は5割引きを強調する内容だったが、この表現が古代広告として問題になり、5割引きの部分を良いメガネに改変している。歌詞はハイテク時代の良いメガネ、メガネもレンズも良いメガネと時代のニーズに合わせている。九百八十年代末期までは歌詞字幕がついていたが、九百九十年代以降は、 歌詞表示を止めて別映像を流す仕組みに変わり CM 中に店内明るく良いメガネなどのナレーションが入る仕組みとなった。なお CM のナレーションは大森明徳と前田好みが担当している。なお CM のチーフプロデューサーは共同テレビジョン CM アドコンテンツ部長の渡辺昇が担当した。大村ンがやっぱりメガネドラッグはいいですね。 という CM もあった。なお2006年放送の創立35周年特別バージョンでは、ベストサービス宣言がキャッチコピーとなっている。1990年前後には、イメージの路線変更を狙い、桃太郎のアニメーションを中止、店員に扮する役者と客に扮する役者の掛け合いによるショートコントスタイルが放映され、君の瞳にバキューン、何でも透けて見えるメガネくださいなど、 いくつかのバージョンが存在したが不評であったため、いずれも短期間でお蔵入りとなった。CM 内では、当時男性社員に一時的に採用されていたユニフォームである淡いブルーのジャケットというレアアイテムも見ることができる。中京圏で放映しているメガネプラザの CM と類似しているほか、歌詞に面々メガネと練り込まれているのが共通点である。 関東ローカルで番組提供及びスポット CM を流している。かつては日本テレビの朝のニュース番組、オハ4ニュースライブで天気予報のコーナーでお天気マスコット、空二郎が、で、メガネドラッグのスポンサー紹介に登場して、メガネドラッグに合わせてメガネをかけた姿で登場した。ありがとうございます。